私はここの、で陶芸の仕事をしております島田京子です。今日は本当にありがとうございます。そして皆さん今日お集まりいただきましたのは、陶芸家と音楽家芸術本音トーク&演奏会っていう催しなわけですね。ですから陶芸家はもちろん谷口先生、そして、実は音楽家の先生はですねフィドル奏者串谷弓江先生、それから、ピアノはですね八津雅子先生と3人で、トークをしてくださいます。私もとても興味があるんですけれども、多分芸術のお話アートの話がたくさん出るんじゃないかというふうに期待しております。それでは先生方をご紹介いたします。一応今回ね島田さんがこんな感じのところを益子がね益子焼き物販だけじゃなくなんかこう素敵な環境を生かせるような形を発信したいっていう今回声かけていただいて、まあ皆さんねこの後にでも今度秋もいいかもねとかね冬雪降ってもいいかもねっつって自分のこれから楽しみのエリアに一つ入れてもらえればありがたいかと思います。島田さんもねいい企画を応援するように私もしますのでよろしくしてください。で今日たまたまね音広いっていうかねやっぱりこう工房の方に、陶芸の音をっていう来た時に、ちょっとお知り合いになってたまたまそこに後でちょっといじくってもらいますけど去年益子でブック本の後にこう音っていう企画で参加させていただいた時に、作ったんですよ。ただよバイオリンをで作ろうとしたんだけどバイオリン焼き物2割ぐらい縮まっちゃうんでちょっと作るとちょっとおもちゃ見たくなっちゃうなと思ったんでちょっと大きったら大きすぎちゃってただ直前にバイオリンの弦をね教えられて買いに行ったらさ全然こんな短いんです。でそれ貼ってあるのはねマンドリンの弦なんですよ。でただ貼って展示してたら要するに岸谷さんがちょっとチューニングしてあげるよとチューニングってねちょっとでちょっとこうやってくれたんで、まあ、これ挨拶終わったらちょっといじくってみたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、ご紹介に預かりました串谷由美と申します。はい、ピアノの八津雅子と申します。よろしくお願いします。先ほど、ここのね置いてある陶器のバイオリンチューニングをするよというふうに言っていただいたんですけども結果チューニングできませんでしたでねよく見ていただけると分かると思うんですけれども爪楊枝が刺してありまして巻くところにですね刺してありまして要は止まらないのでね爪楊枝を刺して固定させているんです。でそれでまあちょっとなるべく弦がたるまないように張ってある状態にしてるんですけどもそれでまあチューニングは合わないんですけども一応バイオリンの弓を使って音は出ますので後でもしよかったらね聞いてみていただけたらなと思います。はい、芸術本音トークということなんですけれども私、ぜひ陶芸家の谷口雄三先生に お伺いしたいことがあってですね何なりと、はい、受けて立ちますね、はい私がやっている音楽バイオリンを弾いてるんですけどもバイオリンと言ってバイオリンと同じ楽器なんですけどもフィドルというふうな言われ方がする伝統音楽をやっているんですね、ヨーロッパの、古い、ダンスの音楽をやっております。でそういった民族音楽とか伝統音楽を、演奏する場合にバイオリンのことをフィドルというんですけれども、フィドルの文化は、どっちかというとこうクラシックのこう宮廷音楽に対して庶民の音楽なんですね。でダンスとか冠婚葬祭結婚式とかお葬式とかそういった生活に根ざした音楽なんですけれどもそういったアート性と、実用性で音楽にこう2つあると思うんですけれどもどっちの側面もあると思うんですけれども陶芸にもきっとそういう側面ってあると思うんですね。でそういったところを谷口先生はどういうふうに考えていらっしゃるかなと思ってお伺いしてみたかったんですけれども。そうねよく
焼き物だとね、はい、要するに伝統工芸と要するに創作芸術って、はい、要するに2つ要するに技術系、要するに技を高めていってどうだっていう形と、やっぱりあの個人の自然な発露をどう持っていくかっていう形を取るんですよ。ただ要するに私の場合はあの結局伝統工芸の方の作家もいい作家たくさん知ってます、うん、と例えばの話、これ今ひっくり返しますけど、これ実用なんですよ。何かっていうと谷口家のお墓なんです。これ私旭陶芸店っていうところで初出品で賞をもらった作品ですね。普通実用っていうと墓石だから実用なんですけど、これ一応オブジェの方で賞をもらって墓石にして、うん、でやっぱり、もうこれも逸話んですけど、足尾からこう、これあの花の園の例にありますので行った時にちょっとお花あげてください。要するにね、道を間違えないように、同じ四角柱の石っ子だと時々お墓参りに行って一本道間違ったりしますので、で足尾から移した時に墓石屋さんが、この上はどういうのにしますかってカタログをこう開こうとしたら、うちの家内がうちいっぱいありますので、本当の話なんですよ。僕は何やね、墓石屋さん、いやあんたいっぱいあるじゃん、工房にゴロゴロって、あの緑なんかどうなのとかで、それで、ありますっつって、結局この上は私がつけてあるんですですね。だから要するに実用っていうのは要するにこう、物理的に使うというよりは精神的にそれをどう解釈して豊かにできてできるか、で要するに実用に直接つながるのは食文化ですよね、うん、ところはうまいとかよく私言うんで、まずいっていうのは脳が決めるんですよ。舌で決めるわけじゃないんですよ、逆に。だから逆に言えば、ね、嫌な人と、ね、最高レストラン食べたってまずいんですよ。ところが自分で作ったうちわでね、お母さんがこれ私作ったのよと言いながら隣の刺身をリパックして乗せたらトロになるんですよ。だから要するに食べ物の運慮じゃなくて、そこの仕組みをなんか自分たちでうまい友達となんかすると、逆にすごく素敵な実用になります。そんなとこいいですか、分かったような分かんないような喋り方しますけど、まさにその分かったような分かんないようなで、そのアート性と実用性って、作品と実用ってその間を行き来できるものでありたいなって私もそう思いますね。八津さんはどうですか、はいはい、ピアノをね弾いている中で、はい、なんかそういった実用っていうと、八津さんは、リトミックとか保育園幼稚園なので、先生先生って言うと変ですね、そうですね、幼稚園保育園とか、うん、お子さんが集まる場所へリトミック音楽をしに出向いて、小さい子と一緒に音楽をしたりとか、あと、そうですね、お教室には一番最高齢の方70代の方も通ってきてくださって一緒に音楽を、してたりします。なんかそういうなんかリトミックっていうとそのどっちかっていうと実用の方に入るのかなと思いますけども、でもその中でお子さんたちがすごい発見をしたりとかするんじゃないかなと思うんですけども、そういうところにはなんかやっぱ芸術が入ってたりとかあるんじゃないかなと。そうですね、お子様たちは本当に大人が考えてないようなことを発想がすごいので、毎回行くたびに発見があるというか、私もこうカリキュラムといって指導案を作って毎回行くんですけど、その私がイメージしてこんな風な展開になるかなと思って行くと、実際そこの現場でそれをやってみたら違う風に捉えて、こういう表現があるんだとか毎回そうですね。で同じカリキュラムを使って違う場所でやってもその展開はまた変わっていくので、受け取るもうお子様でも大人の方でもそうですけど、受け取る方によって全然そのなんていうんですか、まあ
うん、その広がりが変わってくる、うんうん、ですね、はい、面白いですねコンサートとかしててもそうですね、うん、あのお客様によって同じプログラムでやっていても、うんうん、一緒にこの場を共有してお会いして同じ空気を感じながらやっていくと全然違うものに、うん、はい、なります。ね、うん、一期一会というか、そうですね、はい、一つ一つ条件って無数の条件が積み重なって今この時ができている感じがするので、うん、今日もなんか今雨降ってきましたけども、うん、雨音がねすごいいいですよ ね。なんかこれもまた一つの音 の、あのこの条件を作る一つだなと思うんですけれども、で今どうしてもね人間同士の量とか力とか何かの価値観のキャッチボールだけで、それにどん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 こう便利になったとか人間に変わるものができてきたとかいうふうな方向で、うん、そうね、眼差しがそういうふうに感覚できる子どもたちの環境の時間までも取り込んできちゃうような条件で、知ってるっていうのと理解してるっていうのは大きな違いなんですよ。今知ることは子どもたちのすぐこうやれば出てきまいます。ああすごいねって言って、ただそれを触ったこともない動かしたこともない、あのこうね、失敗したこともないことが知ってることで丸つけちゃっていいのかっていうことに、なっちゃいますね。で一応だから、まあ、結果的に言うと今一番新鮮なのはこのライブ感覚、今日ここに来てこう話したところで雨が降って音がしてっていうようなことがリアルで感じてる、この共通項のこの基本形ベースがやっぱり人間にとってすごく大事なことだと。で要するにどうしてもね日本人はこのアートとかそういうクリエイティブなやつを要するに食うことと一緒に並べちゃうんですよ。だから一番最初は大変だって食えなくなったって言うとそこから切っていくんですよ。ところが人間にとって食った後に大事なのは生きることでしょ、ね、なぜ存在してうちではそう生きるかって、その時にやっぱり音楽アートそういうものっていう一見不必要なようなものだが、ね、前倒して生きている張り合いとかフォローできるから、どうしてもそこら辺のところはやっぱりうちらは要するに新しいものを作るんじゃなくて気づきをちょっと設定したい、そしてやっぱりそう思わせた、ね、今の規制の概念の誇りをちょっと落として、いつも新鮮に皆さんに自由に感じてもらえるような作業ができればっていうような形も取ってますね。今はこう雨が降ってます。で私足生まれなんで生まれた時から隣で川がザーッと流れてて生まれた時からなんですよ。で台風が過ぎるとものすごい音がして、で高校就職してやった時に音がピタッとないとこ行ったら寝られないんですよ本当の話、でもだから音って無意識に今これからもやってもらいますけど、さっきの踊りとか祈りとか人間の存在と同時に別に祈ったり踊ったりしなくたって食うことだけが目的だったらこんなに人間が、ね、そう悩んでなんかしなかったはずだけど、それをもう一回素朴な意味の底辺からちょっとみんな取り戻したいなっていう感じの歌をしたいと思います。これ5キロこれ肩壊します。一人で弾いたら肩壊すので、補助の人が必要なので Oh.